原色の町は、吉幸淳之介による日本の短編小説である。世代1951年12月号初出。芥川賞候補作になった。その後、別の短編小説のモチーフを入れて開講した同名の作品が単行本に収録された。現在、新長文庫収録のものは開講後のものである。主な登場人物は赤線の勝婦明美と、 被戦会社に勤める元木秀夫である本木は同僚の持月と昇華、ビィナスを訪れる。明美は空襲で家族を失い、社交喫茶のホステスを経て娼婦になったという身の上話をする。元木は明美の体を愛撫するが酔っていると言って途中で寝てしまう。そのことがきっかけになって明美の体に異変が生じる。明美は元木を憎む一方で、 もう一度会ってみたいと考える。も木は見合いをしたルリ子と交際を始める。ルリ子が戦死した初恋の男のことを繰り返し、語るのに、も木きは帰って刺激を覚える。やがてルリ子は、男の話をしなくなった。もちは、馴染みの女、ビナスの春子をモデルに写真を撮ることになる。業界誌の表紙に使うというのは嘘で、もちはカメラにフィルムを入れず、いい加減にごまかすつもりである。 それを知った元木はその情景の残酷さに耐えられない思いをする。元木はその場に同席し、ポーズを取る春子を素早く写真に収める。元木は再び明美の元を訪れ、春子に渡してほしいと言って写真を渡す。事情を知っていた明美は元木の優しさに涙を浮かべる。元木に抱かれた明美は全身に確かな感覚を覚える。元木の規制会社では、 新しい貨物船が巡航し、レセプションを開催することになった。もちのおしゃべりを聞いて、ビナスの主人や娼婦たちも会場にやってくる。ルリコも来ており、元木に大きく手を振るが、その様子を見ていた明美は、嫉妬のため心のバランスを失って、体を元木にぶつける。二人は船の手すりを越え、水面に落下する。舞台は、向島の赤線、鳩の町である。 この作品を執筆する際、吉幸は赤線の店には上がったことがなかったという、ありがとうございます。